皆さんこんにちは、フィリピン不動産 GSR の家村です。今日はですね、このフィリピン不動産で、長期的な成長が期待できる分野ということですね。JV によるローカル向け宅地分譲事業って書いてあるんですけども、要はですね、今フィリピンっていうのがですね、もちろん今今年ね、このコロナの問題でですね、GDP とかですね、落ち込んでるわけなんですけども、またワクチンとか開発してですね、開発されて、正常化してきたときにですね、フィリピンの今の経済の状態というのは、日本でいうところのですね、1960年代、70年代のですね、いわゆる高度経済成長期と、いうような、時期にですね、これから入っていくわけなんですけども、そうなってくるとですね、何がね、日本で起きたかっていうと、その東京を中心にですね、首都圏、千葉、神奈川、埼玉、こういったところにですね、いわゆるスクロール化というような言い方をしてますけども、その郊外にどんどんこう住宅がね、開発が進んでいったっていうね、歴史があるわけですけども、同じようなことがですね、これまさにですね、特にフィリピン、特にマニラですね、マニラとかセブとか大きなフィリピンの都市ではですね、ほぼ同じようなことがですね、起きるんじゃないかなというところでありまして、そこに向けてのね、ビジネスチャンスっていうのがね、非常に大きい、ということで、今日はちょっとですね、そのデータをね、見ながら、その辺を解説していきたいと思います。はい。フィリピンの住宅市場は超売り手市場ね。はい。という状態はもうずっと続いてます。で、これからさらにその、需給ギャップですね。需要と供給のですね、格差がどんどん広がっていくので、この宅地分譲ですね。宅地開発の事業者様にとってはですね、日本の会社もね、参入するチャンスがありますので、こういった宅地分譲なんかのね、ビジネスをね、事業をやられている方、あるいは会社にとっては非常にね、大きなね、ビジネスチャンスがフィリピンにあるんじゃないかな、というところで、今日はちょっとお話をしていきます。はい。まずですね、その概要なんですけども、その現在ですね、フィリピンのいわゆる需給ですね、住宅の供給、住宅買いたいっていう人ですね、住宅作る、方とですね、この、ギャップがですね、580万戸あります。はい。ですから、580万戸家が足りないというふうに思っていただければいいかなと思います。はい。ですから、ここはもうまずビジネスチャンスですよね。はい。で、このですね、需給ギャップですね、住宅不足ですね、住宅不足って言ってもいいんですけども、この状態がですね、これ、縮んでいくんじゃなくてですね、今のその、いわゆる政府のですね、予想でいくとですね、これが逆に広がってってですね、2030年、10年後ですね、にはですね、これがもう1000万戸をですね、超えてきてしまうと、住宅不足がですね、で、これ非常にこう、社会問題、政治問題でもあるし、社会問題でもあるし、経済的な問題でもあるんですね。はい。ですけども、逆にその、ビジネス、のね、観点からするとですね、1230万戸もですね、供給が足りないということは、ここにね、住宅を供給する事業、宅地分譲事業ですね、こういったことで参入していくと非常に大きなね、ビジネスチャンスがあるということがね、逆に言えるわけですね。はい。で、特にこれマニラの郊外がね、やはりマニラはね、フィリピンの首都だし、人口もね、本当にこう1300万人とかね、いるわけですから、東京と同じサイズと思っていただければ大丈夫です。はい。ですから、東京と同じサイズってことは、東京と同じように、千葉、埼玉、神奈川のね、こういった郊外がね、もう今ビシッと開発されてるじゃないですか。はい。家がね、もうほとんど、なんですか、もう宅地開発がね、すごく行われたわけですけども、そういったことがね、本当にね、起こってくるということなんですね。マニラ郊外っていうのはね。はい。で、またね、フィリピンはね、もともと大家族主義で、何世代ですね。はい。3世代ぐらいね、こう一緒に住んでたりとか、親戚で一緒に住んでたりとかっていうことがね、そういう社会だったんですけども、最近はね、だんだんやっぱりこの核家族化、日本と同じような感じですよね、がどんどん進んできているので、逆に言うと世帯数が増えてますので、住宅に対する需要はそういった意味でもね、増えてくると。こういうことがね、こういう、住宅分譲事業について言うとですね、こういった非常にね、なんですか、追い風というかですね、フォローウィンドがありますので、宅地開発事業者さんとかはね、このフィリピンでのビジネスチャンスを探っていっても面白いんじゃないかなと思います。はい。実際ですね、この調査もね、これ毎年ね、結構大変な調査なので、毎年行われてるわけじゃないんです。だいたい見てると3年後、大きいぐらいですね、調査してる、されてるんですけども、これですね、現在って言っても2015年ですね、現在。で、これもっと逆に増えてると思いますけども、今580万戸の住宅不足なんですね。で、580万戸の、内訳なんですけども、これ、住宅の価格と思っていただける、価格ごとのね、はい。
ものなんですけども、この、ですから、ここ、足りないところはね、このソーシャライズとかエコノミックとかローって書いてある。まあ、いわゆるその、まあ、いわゆるフィリピンの普通の人がね、買う住宅です。はい。もう、だから、いわゆる外国人の投資家とかが買うコンドミニアムとかではなくて、いわゆる普通のですね、住宅です。戸建ての住宅。はい。フィリピンの一般の人がね、住宅ローンを使って買える。はい。で、フィリピン、ちなみにフィリピンの住宅ローンというのは結構ね、充実してますので、意外とね、買えるんですね、皆さんね。で、特にこのコロナのパンデミックが起きてから、この住宅ローンのですね、供給についてはですね、政府もさらに手こ入れをして、今まで以上にですね、住宅ローン出していくっていうね、そういう方針も出てるので、かなりですね、これ本当にコロナがね、終わってくるとですね、相当リバウンドの住宅買いがね、入ってくるということがですね、予想されてるわけです。で、現在、まあ580万ですね、足りないわけですけども、はい。で、そのまあ、先ほどね、その内訳、ソーシャライズというのは、大体価格的にはですね、どれぐらい価格かっていうと、ソーシャライズというのが一番安いんですけども、これ45万ペソですか、約まあ100万円ですね。もう、これも非常に安いです。もう、これは本当に、まあ、なんて言うんでしょうかね、もう低所得者用住宅ですね。それから、ね、で、エコノミックというのは、大体100万円から、まあ、300、そうですね、5、60万円ぐらいの価格ですね。はい。で、それからローコストって言ってるのが、そうですね、350万円から、まあ、650万円ぐらい。はい。ですから、こういった価格帯ですね、の、まあ、ソーシャライズとはね、ちょっとね、生活保護とかね、そういう感じになってちゃうんです。ですから、この辺ですね、の価格帯のものが一番売れるということなんですね。はい。一番売れる価格帯です。一番ターゲットゾーンって言ってるんですよね。はい。で、実際住宅の、が足りないのはこの辺の部分。ですから、この辺の、価格帯の住宅を、作っていくとですね、本当飛ぶように売れるということがですね、このコロナ後、十分に予想されるということです。はい。で、これ短期的な話ではなくてですね、長期的にね、ずっとこういった傾向が続いてきますので、はい。っていうのは、じゃあ今ね、この、足りない家が足りない。まあ、670ってのは、これちょっとね、このキャンターアフォードっていうのは、いわゆる生活保護みたいな人ね、要するに、まあ、買えないんですね。買えない人。うん。買えないけど、でも、絶対ね、人は家が必要ですから、はい。まあ、そういった、ね、ところをね、先ほどの580万ってのはそういった人たちの人数入れてないんですけど、まあ、そういった人たちまで入れると670万足りない、670万個ね、家が足りないという状況なんですね。はい。で、これが2030年10年後には1200万個までね、増えちゃうってことですね。さらにだからプラス減るどころかですね、670万個には足りない住宅不足というのは減るどころか、逆にですね、増えていっちゃってですね、1200万までいっちゃうということですね。はい。ですから、これからね、本当10年間、実は10年間もっとね、長く続くんですけども、住宅が足りない、要するに需給ギャップ、住宅の需給ギャップがね、本当にこう大きい状態が続いていきますので、まあ、ここに向けての事業、ビジネスチャンスということがね、言えるわけですね。はい。で、実際ですね、じゃあその、まあ、これがね、実現可能かどうかっていうところあるんですけども、実際にこの、まあ、1200万個ですね、これ、住宅不足がね、どんどん増えていっちゃうっていう中で、じゃあそれ減らしていく、それをちゃんとゼロに持っていく、2030年までにですね、こうゼロに持っていくためにはですね、どうしたらいいかっていうとですね、まあ、当たり前ですけども、いっぱい住宅を供給していけば、していかないと、この、住宅不足が解消されないわけですね、当たり前の話ですけどね。その時に大体ですね、これ100万個、はい、年間100万個ぐらい、やっぱ住宅供給していかないとですね、買いたいという需要をね、賄っていけないってこと。100万個、年間100万個ですね。逆に言うと、年間100万個ぐらいの供給があるとですね、買いたいっていう、住宅を買いたいっていう人の需要は全部満たせると。向こう10年ですね。はい。今年来年の話というより、長期的にですね。はい。100万個、年間100万個です。はい。が必要だということですね。ただ一方ですね、じゃあ実際どうなのと、実際現状どうなのと、過去どうなのというのを見るとですね、大体ですね、これ住宅の供給個数なんですけども、大体ですね、20万個、ちょっと20万個超えてるぐらいなんですよ。一番多い時でも26万個とかですか。はい。なので、まあ大体そんなもんなんですよ。ですから、実際のその供給力、フィリピンの、いわゆるもう、供給力ですね。国のその企業ですね。デベロッパーの。っていうのは大体20万個ちょっとぐらいなんですね。ですから、でも100万個必要なわけじゃないですか。ですから、5倍の差があるということですね。ですから、この、20万個とその50万個。のですね、この、100万個ですね。100万個。必要なわけですから。で、その間を埋めていくところっていうのは、まあ、ビジネスチャンスがあるということが言えるわけですね。はい。これですね。ですから、今ちょっと見てみるとですね。まあ、直近ですね。一番直近の5年ぐらいでも大体、ね、さっきは10年ぐらいの、こちらね、
2000年からのね、の住宅供給の動きを見たんですけども、こっちはね、2016年から2021年、最近ですね、最近5年間でも、まあ、ちょっと増えてるんですけども、せいぜい37万戸ぐらいなんですね、年間の住宅の供給量。はい。それに対して、先ほどのその、需要がね、もう需要が、家を買いたいっていう需要がね、いっぱいあるのは分かってるんですけども、そこを満たしていくためには、やっぱ 100万戸以上ね、作っていかなきゃいけないということで、ここの差がめちゃめちゃ大きいですね。この差っていうのはビジネスチャンスと、まあ、いうことがね、まあ、言えるのかなと思います。はい。でですね、まあ、こういったね、今、まあ、政府のね、データでいろいろ説明させていただいたんですけども、まあ、これ、まあ、新聞とかでもね、こういう、やっぱり住宅問題、住宅不足問題ってのはフィリピンのね、本当は大きな社会問題で、まあ、政府もね、これをね、解消していかなきゃいけない。これ、政策課題として、一つの大きなね、最も大きなね、課題の一つなんですけども、まあ、新聞とかでもね、たまに報道されるんですけども、これね、ビジネスミラーっていう、このフィリピンの有力紙ですけども、これ見るとですね、はい、まあ、今650万個足りないよっていうですね、はい、現在ですね、はい、足りないと。で、まあ、これをね、解消していくためには、やっぱ25万個ぐらいを作っていかないと、年間ですね、この需給ギャップを埋められないよと。ただこれはね、この650万個に対してだけ言っていて、先ほどのね、10年間経つとこれはもう1200万も倍になっちゃうんで、この足りない住宅数ね。ですからそうなってくると25万個じゃ足りなくてですね、やっぱ100万個ぐらい作っていかないと難しいって話なんですけども、まあこの記事ではね、こう25万個。で、実際今作ってるのはもっと20万個ぐらい、先ほどお見せしたデータですけどね、はい、そういう状況になっているということですね。で、さらにですね、まあこれ先ほどのデータは2030年まで向こう10年だったんですけど、これ向こう20年まで見ると、さっき1200万個ね、向こう 10年間でもう1200万個ぐらい家が足りなくなってくるっていう話をしましたけども、それ20年にね、伸ばすと2200万と家が足りない、住宅不足になってくるということになりますので、非常にやっぱりこの住宅の需給ギャップ、住宅不足の問題というのは非常にフィリピンでは深刻ですということで、逆に言うとですね、この海外の企業、まあ、日本の企業も含めてですね、デベロッパーとか宅地分譲の会社さんにとってはですね、このフィリピンというのは非常にですね、まあ、日本がね、逆にもう人口がどんどん減っていく高齢化の中で、まあ、新しい新規の住宅需要というのはね、もう非常に限定的な中で、フィリピンとは全く真逆で、これからですね、ものすごいこの需要爆発、需要の爆発がね、起きてくるというコロナ後ですね、起きてきますので、まあ、こういったところに向けてですね、宅地事業者さんなんかはですね、このフィリピンっていうのを一つこう事業のターゲットとして見られたら非常にこう面白いんじゃないかと思っております。はい、以上ですね、今日の、動画は以上ですけども、まあまあ、こういった形でですね、このフィリピンの不動産マーケットとかね、不動産の事業についてですね、投資についていろいろね、皆さん興味あるトピックスを動画に流していきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。